浜田山虎の子不動産よ。今日はマイクロソフトの株価低迷期を脱し上昇局面世界一になりましたと。足元の株式総価の時価は1兆ドルを超え、いわゆる GAFA、 Google、 Apple、 Facebook、 Amazon を抜いて世界一に返り咲いております。図のチャートを見ますと、2008年、まあ20ドル前後で推移してた株価がですね、まあ18年19年にはなんと140ドル、まあ7倍近くに跳ね上がってますね。これはですね、企業構造の転換をしましてうまくいったケースということで、これからさらに注目を浴びます。それではお先に失礼します。おやすみなさい。